はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットやっていきたいと思います。はい、農園ですね。はい、人参ということなので、これですね。あー、やっぱりそうか、やっぱり早熟タイプっていうことなんですよね。なので、もしかしたらもう能力は頭打ち、むしろや水彩してきてるのかなというのは感じますよね。やっぱりこの SWBC まで駆け上がった子、サッカー場になった子に比べたら、そこまでお凄みはない。大阪杯負けたのかなり衝撃的ですしね。そう考えると残りもう12周しかないんですよね。ちょっともう身の振り方を考えないといけないですね。凱旋門賞があるのか。でも凱旋門賞1回取ったからな、1500万枚っていうのはすごいとは思うんですけど、空き店か、空き店まで似合わないかもしれないよな。このまま空き店取ってたっけ？空き店、このまま自体は空き店取ってないんだ。とは JC かな。ただ JC とまで行くと足りなくなっちゃうんですよね。ヤマニゼファー、石庭竜王、あれ、ライシャーも出てたんだ。ということで、再度、エビナに任せましょう。そうか、8周か。ちょっと、重い調教して、2周ぐらい休ませてから、再度戻して、あと、調子があんまり良くない。では、あと、これ。で、一旦放牧。で、2周放牧させといて、3周でもいいかな？残りのシュート考えたら、なるべく最後の週までは頑張っておきたい。それダメなら JC を狙う手もあるしな。もう一周ですね。さあ、入球です。
人参ということはもうこれになりますね。今484なんで、一気に調子回復ですね。となるとこれか、さあ出走レースです。これがベスト体重ですね。ちょっと見てみましょう。おっと、成長促進。まあ、ただ、成長促進もそんなにいらないんですよね。まあ、これで、ゼロかな。調子回復をさせる必要があるか。高級オレンジジュース、これでレースに出したいと思います。馬体重は完璧、残り6周ですね。いよいよ引退への最終ロードとなります。これで勝てなければジャパンカップですね。アニバン出てもいいかもしれないんですが、1.2 倍か。でも決して安心はできないですよね。さて、このメンバー、2番人気が3番のライスシャワー。3番人気。8番ツインターボ。これ、大逃げしそうですね。で、4番人気が10番のヤマニーゼファーということで、20丸は独占グリグリです。で、マルガン、ヤマニンゼファーが2つ、ライスシャワーが1つ、石庭竜王が1つ。ちょっとライスとヤマニンの単勝買ってみますか。100枚ずつ。ヤマニンが10番か。ヤマニン。OK です。この単勝だけ買ってみまして、とまあツインターボの前残りとかしんどいよな。シーツではヤマニーゼファー勝ったんじゃなかったかな。2着な石庭竜王もありそうだしな。足してこの絵栄冠が見えるのはあと数週ですね。最後まで行っちゃおうかなとも思います。まあちょっと陰りが見え出してきてますしね。はい、このライスシャワー、カミノクレッセ、イクノディクタス、ツインターボ、ヤマニーゼファー、みんな思い出ありますよね。すごい個性的だった競馬が。これにメジロマクイーンね。ちょっとあとだと桜爆心王とか西野フラワーとか。シマサルなんかもいたよな。まあツインターボが大逃げを見せますね。やはりここでやっぱり2番手、
3番手あたり、藤山健山ですよね。藤山健山もなかなか香港で最後だったかな、の当時は G2 格付けだったと思うんですけど、レースを取るなど活躍しましたよね。長い活躍を見せたっていうのはいいですね。まあこれは57秒8で早いんですけど、2番手以降はどうかな、そんなに早いのかな。まあ、捕まえに行かないといけないとなるとちょっとどうなのか。イクロディクタスが結構いい気配ありますよね。おっと、見逃してるぞ。クティクダスの方が足良さそう。なんかツインターボ逃げ切ったりして、イクロディクタスや先手取ってる。そこにウィッシュドリーム、あーでもこれは勝ったわ。イクロディクタスだった2着は、まあ勝ちましたね。イクロディクタスも抑えるわな。1番人気で勝利を加えました。厩舎レベルは上げましたね。あ、やっぱり今の勝ち一覧システムになってからまだ取ってないんだ。馬連で 36.6 倍ですか。まあまあつきましたね。よかったかもしれない。でもウィッシュドリーム3着はちょっとびっくり。さてと、有馬出したいなって思うんですよね。WBC 出すぐらいだったら、ちょっと最後の花道として、有馬を出して、たいなっていうのは、放牧、思います。12月を1周ぐらい戻しましょう。何キロかな、476か480ぐらいになるのか。これで残り4周か。でもまあ入厩せざるを得ないでしょう。人参なんで、それに相当する。まあ、香港もあるんですよね。確かに。しかし、ここはもう有馬に出します。東海帝王、ビワ早日で、強力ですよね。あ、岡部は、エビナ、エルカサリバーを確保してんのか。ミナイさん、行ってみよう。で、482。さあ、いよいよ最終週です。できればあんまり目いっぱい調教はしたくないんですが、
大根か。あー調子が良くない。この辺がどう響くかですよね。さあ、いよいよ引退レースです。これもダントツお一番人気グリグリですね。相手はビアハヤヒで、とりあえず2級買っとかないといけないかな。またレガシーワールド東海帝王ですよね。シーズでは東海帝王が勝ったとなると、やっぱり東海帝王の連服は気をつけないといけません。琵琶と帝王でいくらつくんだろう。これが東海帝王ですね。そんなにつくんだ。50枚。とはベガか。ベガも悪くないんだけどな。スネーチャーでも結構つくんだよな。レガシーワールドも2着あるからな、買っとかないといけないな。これは7球か。これで以上、購入馬券はご覧の通り。まあスタートです。さあ、いよいよ華々しかったレースもいよいよ最後を迎えます。年末のグランプリ有馬記念です。が、人じまい前を思い出す、なんか懐かしい馬のメンバーが揃っております。勝負が繰り広げられてきました。有馬県、今年はどんなドラマが待っているんでしょうか。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢は片野サニブラか、それとも三輪林秀か。先行グループからまず見てまいりましょう。11番メジロパーマーが上がってまいりました。片野サニブラが追いかけます。それからレガシーワールド、そのうち三輪林秀。ああ、さすがにパーマーか。パーマーという手もあったかな。911という目はあったかもしれない。そうね、帝王が92年は惨敗で、93年が涙の優勝だったんだ。ただビアがいるんで93年なんですよね。ビュアがいるんで、ビュア早秀が。この辺りちょっと離れているマチカネタンホイザ、その後ろでやりましょうか。パーマーって93年もいたな。勝てなかったけど。5番石庭竜王、外を通りましてウィッシュドリーム。2番手つけてます。まあ直線短いんで前に行った方が絶対有利ですからね。注目はなんといっても片野サニブラ、圧倒的な逃
人気、ちょっと離されまして2番ビワ林で、ビワもマークしてますよね。ビワやレガシーもチャンスありますよね。伸び足次第になるんですけど、さあ迫ってきてるよ。さあライシャーも来た。なかなか捕まえられない。ただ後ろはあまり伸びない。帝王もダメだ。あーパーマー残るわ。これまあそんなに凄みはなかったですね。でも有馬を取ることはできました。今までお疲れ様でしたっていう感じですね。戦績を見てみると UBC までは駆け上がったいいものの、やっぱりなんだろう、から WBC や SWBC に出て、劣化が激しかったっていう感じは否めないですね。最後は国内 G1 に投入して、結果的にはまあ 22,450 倍、そんなに増やすことはできなかったですが、素晴らしいレースを見せて、優秀の美を見せてくれました。電動馬枠が足りないだって。そうか、枠があるんだ。10頭までなんですよね。所持枠は確保できるんだ。じゃあもう一気に10頭確保しちゃえ。さあこれで登録です。さあ栄光の奇跡、いきなり皐月賞取ってダービー、そして菊花賞で3冠達成、初めてですね。 SWE 賞を取ってしまうという、ここまですごく活躍して、その後もレーンは外さない、安定した活躍。まず最後の方はレーン外しちゃったりしたんですけど、23戦で16勝、 G1 が8勝、 WBC も4回1着取ってます。 SWBC も1回取って2着が2回でした。かなり驚異的な馬ですね。いや本当お疲れ様でしたっていう感じですね。この決闘でこんだけ、これだけ2万枚以上稼げるようなレースをできるとは思いませんでした。本当感謝感謝感謝しかないですよ。本当第二の活躍にも期待したいですね。スタートが SS なのはもちろんのこと、勝負根性が S、 瞬発力が A あるところも、気性が穏やかなところもいいですし、距離適性も広いですからね。ほぼ隙はない、お数馬なので、いい母に種付けしてあげたいなと思います。で次回はその種付けの様子からお送りしたいと思います。次回も、次の世代もお楽しみに。ですね。
そうだ。一応電動馬なんで、プレミアカップも登録しておきましょう。登録してますね。これなんだろう、ポイント交換所ってあるんだ。あんまり美味しくないですね。馬風石があるぐらい、確保できるぐらいで。はい。では、はい、本日はここまでとなります。はい。この動画を見ていただいて気に入った方、もし、気に入らなくても、まあ、良かったという方、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最終的には1000人を目指しておりますので、ご協力していただければ幸いです。ブログやツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければアクセスしてください。また、最後の20秒で、関連動画、関連プレイリスト、流しております。そちらの方もお時間ありましたら見に行っていただければ嬉しいです。はい、片野サニブラが歴史的な戦績を上げまして引退いたしました。次回もお楽しみに。ゲーム動画で行こうでした。またねー。